皆さんこんにちは、雪澤智子です。過去の名作に映画館の大スクリーンで出会うことができるチネチッタ名画座。今月は麻生区にあります日本映画大学白山キャンパスのロケセット教室からお送りします。今回お話を伺いますのは撮影監督で日本映画大学准教授の佐野哲郎先生です。よろしくお願いいたします。こちら懐かしい教室の雰囲気ですよね。はい、学生が書くシナリオっていうのは高校出てすぐなのでその学校が多く出てくるんですよ。やっぱり学校ってなかなか今借りれないのでもともと小学校をそのままここ大学に変えたのでここ残そうとそういう意味でここを教室に残してるんですよね。それでは今月の名画座の作品をご紹介ください。はい、今月はアメリカングラフティ青春1ページみたいな話の中でご機嫌なあのいわゆる今でいうねオールディーズがボンボン流れてきて気持ちはウキウキしてくるんだけどなんか切ない感じ、まさしくこれを見た時のその自分のそのまんまの雰囲気がこうあってなんですかね、胸がキュンとした映画だったんですよね。技術的な見どころとしては夜の街の撮影ですよね。照明が非常に自然にまるでこうライティングされてないかのようなそのショーウィンドウの明かりとかそういったもので、作られてる、そういうものがこのリアリティ映画のリアリティとかねそういうものにつながってその臨場感というものにつながってくるんですよね。それとやっぱ音楽ですよね。ご機嫌ですよね。本当にマイケル・ジャクソンあれのスリラーとかねなんか PV のこう走りみたいなプロモーションビデオの走りみたいな雰囲気はすごくありますよね。次から次へとねいろんなオーディーズが流れてくるっていうのがそれまではミュージカルでしたからね、登場してくる人が歌いながら踊っているっていうのが音楽映画みたいな話だったので本当に新しい方向性を打ち出した一本かなと思いますけどね。で驚いたのが出演者の中にロン・ハワードが出てると思うんですけど、監督っていうイメージがあったんですけど、俳優されてたんですか？もともとそうみたいですよ。ハリソン・フォードなんかも出てるし、結構後に有名になった方はいっぱい出てますよね。この時さりげなく見てたけど、後々調べてみたりとかもう一回見ると、すごい人が出てたっていう方もたくさんいらっしゃいますよね。ハリソン・フォードなんか言われないと分かんないですよ。今の若い方がご覧になっても楽しめますよ ね。全然楽しめると思いますよ。もうご機嫌ですからね。ご機嫌、とにかくご機嫌。もう思わずこうツイストしたくなるような、その頃のドキドキした感じとかキュンとなる感じとかそれをまた思い出してねこの映画を見てもらうと、俺はまだまだ青春は終わってねえんだぞみたいなね気分になれるんじゃないですか。佐野先生今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。映画館の大スクリーンで往年の名画に再び出会えるこのチャンス、皆さんもぜひ名画座に足を運んでみてください。きっと素敵な出会いが待ってますよ。続いてはこちらのコーナーをご覧ください。今月の映像の街川崎トピックスをお送りします。映像の街川崎推進フォーラムでは毎日映画コンクール表彰式の開催に合わせて今年も映像の街川崎フェスティバルを開催します。1月31日に行われる JR 川崎駅前地下街アゼリアでのイベントでは、おととし大好評だったロケ弁コンテストが復活。他にも川崎市内で撮影された映画やドラマの撮影風景が楽しめるロケパネル展やライブなどが行われます。また映画関連の CS チャンネルのブースが出展するなど見どころ盛りだくさんです。地下街アゼリアのイベント以外にも映像の街川崎フェスティバルでは多くのイベントが企画されています。詳しくは映像の街川崎で検索してみてください。